ははいこんにちはレクセンに講師の矢島です、えー、本日はですね、論文の書き方あのね、講座をちょっとやってみようということで、えー、平成30年のね、司法試験の,あの論文試験の中でも、あの、説問2の伝聞証拠のところね、ちょっと題材にあの考えていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。えー、で、ちょっとレジュメの1ページ目のところをね、開けていただきたいんですけれども、えー、こちらですね、まあ、一段落目のところね、今言った通り、あの、平成30年の係争法の説問2ということで書いてあります。あと、あの、この問案の書き方をね、ちょっとこう学んでいくにあたって、ちょっとこう、基本知識のところが、 ね、あの答案書けない理由ってあの大きく、ね、あの2つあってまずそもそもその論文書くだけの基本知識があの十分あの理解とかねあと記憶ができてないっていうことにあったりとかあるいはあのそこのところができてても、ね、あのその具体的にその基本知識を事例にこう、ね、あのこう生かすために、ね、どういうふうにあの文章を組み立てていくのかっていうところそこができないところですね、まあ、その2点があ,のあると思うんですけれども、まあ、あと両方できないっていう人もまあいると思うんですけどそれをちょっと今日ねあの自分でどこのところがこう苦手でうまく文章を書けないのかなっていうのを、ね、分析なんかしながら講義を、ね、聞いていって いいいいいただけるとといいかないう,ふうに思いますね、えー、では、えー、これ伝聞証拠のところなんですけどまずねあの問題文をちょっと見ていきましょう、えー、最初ちょっと基本知識みたいなことをねちょっとつけておいたんですけど矢島の促進プト講座からねの一部からちょっと抜粋してきたんですけどちょっとそこのところを飛ばして、えー、問題文が、えー、あります、えー、9ページの後ろになりますかねこのねレジュメ9ページまでのすみませんページ番号振ってあってねこの後 え問題文があるんですけどもちょっとこちら見てくださいで実際、えー、このね論文試験の問題解くときはまずこうね「説問いくつあるのかな」っていうんで確認するんですね一番上のところを押すと、まあ「説問1」と「説問2」に答えなさいと「で説問2つあるんだと」で今回まああのこのね「説問2」の方なんですけど先に説問の結論のところを見ちゃいますねどんなこと聞かれてるんだろうってことですね でそうすると、えー、説問2のところですけどもまず縦1にありますけど河川部丸3の本件メモの証拠能力についてね、えー、立証趣旨を踏まえ今までの加工を見ているとねこの立証趣旨が問題文に明示されているパターンとねそうじゃないパターン、まあ、明示されてないパターンがあるんですけどこれ立証趣旨をね、えー、こう問題文の方に明示してそれ踏まえてね、えー、こう証拠能力検討するパターンですね。ね、まあ、立証趣旨を踏まえ 具体的事実を適時しつつ論じなさいということになってますね。それから今度、次のページで、証文2の方がね、ありますね。説問にはまあ大きくね、証文1と証文2になってますけど、え証文2の方で、下線部丸4の本件領収書の証拠能力について、立証指旨を踏まえ、立証上の使用方法、今度、これ、珍しい聞き方してますけどね、複数、この想定してね、具体的事実を適時しつつ、論じなさいということになってますね。で、一応、正し書き、まあ、これ、後でね、あの意味が出てきますけど、 本件領収書の作成者がこうで本件領収書がこうから V に交付されたものであることは、ね、証拠上認定できるんだってことになってますね。でそうするとまず先に領収書を、ね、見ちゃうといいと思うんですけど、まあ、パッとこんな感じで実際のね証拠資料っぽいものがついてると、まあ、大体これ見て分析してね伝文証拠の観点から伝文法則の観点からね証拠能力検討させるんだなっていうのが過去問の検討に慣れてるとねあのすぐこうピンとくるんですよね。ででまあ、こんな感じで資料を2つ くっついてますけど、これ簡単に言うと、あの要はあの。 実際に耐震工事をする必要がないのにそれをねする必要があるんだってことで嘘をついてで被害者の方からね、まあ、100万円騙し取った、まあ、事件なんですよねで被告人がこの領収書の作成者で、まあ、右下の方に、ね、名前書いてありますけどこう,こうですねこれ今回の被告人ですねで被害者の方はまあ V さんですけども、まあ、よくね刑事のあー科目なんかだとビクティムってことで、まあ、被害者の,の略でよく V って書いてありますけどね、まあ、V 様宛てにね被害者宛てにまあこうが被告人こうが被告人るん まあ、当てた領収書で,、えーでこうね、100万円かっこ税込みただし屋根裏工事代金として上記まさに領収しましたってことで、えー、これでね被告人のまあ供述があの領収書って形でまあ書かれてるんですよね、まあ、これ詐欺罪のまあ事件なんでね、まあ、実際詐欺罪って客観的公正要件要素で言えばねあの欺く行為してで、えー、このね相手が錯誤に陥ってで財物の交付が、ね、あって財物が移転すると詐欺罪きすいになりますけど、まあ、特にこのね、えー、こ,のこれが騙されたお金だとしたらね返資金だとしたら たらまあ財物の交付とかね財物の移転という詐欺罪のねねまあその構成要件予想を立証するためのまあ証拠になってきますからねまあ非常にこれ大事な証拠なんだってことになるんだと思いますね。まあこういったものをね今証拠の力が聞かれてますね。それからこの資料2のところですけどもこちらはあの証文1の方でね聞かれてますね。あのこれちょっと逆になってるんでね紛らしいですけどね。今のののの領収書方方はね証文2の方の 話で説問2の証文2の話でね、資料2の方は、説問2の証文1なんですけど、これはの被害者の方があの当日ね、100万円払った後にその息子にね、その話をしたら、それ騙されてるんだってことで、息子に指摘されて、でそれで、なんかもうすぐにね、それ、えー、メモに残しておいた方がいいよと言われたことをね、メモに残しておいた方がいいよって形で、それで言われたの書いたメモなんですよね、被害者本人がね、まあ、すぐにあのその日、あの被告人からこうね、いろいろまあ騙されてる。 わけけなんですけどそれをうすると中身ですけど、まあ、1スラッシュ10ですね、まあ、1月10日っていう意味でまあ書いてるんだと思うんですけど、えー、1月10日これ実際に詐欺にあった事件の日なんですけどねでかっ、えー、今日午前10時 A コン運転とナロル男性が訪問してきたその時言われたこと、えー、屋根裏に耐震金具は付いているが耐震金具に不,不具合があるとこれ全部騙されてるわけなんですね実際不具合なんかないのに <laughs> もう騙されてるわけですでこのあと地震が来たら屋根が潰れるすぐに工事をしないと。 工事しないと大変なことになる工事代金は100万円お金が用意できるのであれば今日、工事をすることも可能ということで、ね、これはあの、まあ、被害者が作成している書面ですけど、ね、この中に書かれていること、ね、これが、まあ、要は被害者自身が、まあこのね、被告人から言われたことをこう、ね、聞いたことをまあ書いているというような文章になっていますね。ねそんな中で え今回ね、ねあの説問の方に立証趣旨をまあ踏まえてね、まあ、それでこうね、えー、具体的事実適時してまあ証拠能力論じてい,いかなければいけないんですけどこういうまあ立証趣旨があの出てるえ問題に関しては必ずね当たり前なんですけど問題文の本文の方うにまあ立証趣旨出てますので、えー、そこのところを見てあ、ね、とでこのこの証拠から一体何を立証しようとしているのかっていうのはま見ていくんですよね。でそそそののの前提としてそもそもねあのこの これ結局伝聞法則の観点から証拠能力があるかどうかってことを聞かれてるっていうのをこう過去問になれてるとねあの分かるんですよ。でその時じゃあそのある証拠が伝聞証拠としてこう、ね、原則まあ証拠能力指定されるんですけどどういうその判断枠組みでね要はどういう規範に当てはめをしてその問題となっている証拠が伝聞証拠に当たるのかっていうのをこう、ね、ちゃんと分かっとかないといけないですよね。でそここででちょっと基本知識を確認しますすのののレジュメの最初の方になるんですけれども えまあこの2ページのところですね、まあ、伝聞証拠の定義に関しては、大きくね、まあ、2つのえ考え方、あ定義がありまして、まあ、実質説とまあ言われているものと、形式説と言われているものですね、でまずね、実質説のはあは、あの憲法で保障されている、あの 被告人の、ね、反対尋問権というのがありますけどその反対尋問権がねこうまさに係争法に具体化されたのが、ね、証拠法則の場面で具体化されたのが要は伝聞法則だっていうにてなのである意味は反対尋問を、ね、経てないような、まあ、この公判定以外の供述って伝聞証拠として原則証拠能力を否定していくような。 まあ、そういうようなあの考えなんですよね。今、まあ、ちょっと見ていきましょうか。かこの実説の方の定義なんですけど、伝聞証拠とは裁判所の面前で反対尋問を経ていない。ま現況実現供述,現供述ってあの後半っ以外の供述のことをね。あの言います。まあ、裁判所の面前で反対尋問を経ていない供述。ま現況実。 のうちねで一応ここで縛りかけるんですけどまあ好判定以外の供述ならね何でもかんでも伝聞法則で証拠能力否定ってことになっちゃうとやっぱ訴訟経済条項ね良くないので、えー、ちょっと絞り込みをかけます原則ねあのこの証拠能力が否定されるこの証拠ですね、えー、そこをちょっと絞り込みかけていきますね伝聞証拠として証拠能力否定される証拠を絞り込みをかけるために要証事実との関係で内容の申請が問題となるものを言うんだっていうふうに考えていきますね。 で今度次の形式説の方ですけどこちらはあの別に証人申問権の具体化って見ないんですよね伝聞法則の方なんでここはもう条文通りね伝聞証拠っていうのはとにかくもう条文上320条のね1項に伝聞証拠の、えー、伝聞法則の条文ありますけど、まあ、後半記述における供述に変わる書面または後半記述外における他のものの供述を内容とする供述ですね。えー、まあ要は簡単に言うと一言で言うと公判定外の供述ってことになりますけど公判定外の供述なんですけどここもねあの先ほどの実践 ですと同じで同じようなあの観点から絞り込みをかけてきますね、えー。というわけで幼少児数の関係で教室内容の真偽性が問題となるもの。 というわけでこの最後幼少実との関係で内容の申請が問題となるものだっていうふうに絞り込みかける点ではあのこの実説とあの形式説はまあ一緒ですねで比較的最近若手のね、えー、有力な先生はあの形式説を取られてる方が多くて、まあ、大御所のね、まあ、昔からあこう、ね、力を持ってる先生なんかでご、まあ、年配の先生なんかは結構実説取られてる方も今でもまあいらっしゃるということで、えー、今まあ特にね こちら自分の方でまで、あ、どちらの見解だからダメだっていうわけではありませんので、まあ、自分で見解決めてるんだったらねそちらの方でやっていけばいいというふうに思いますねでちなみにこの2つの見解3つ目のブロックのところなんですけど実際事例処理する時にねこの2つの見解どっち取ったからって言ってなんか結論に差が出るわけじゃないんですよねただ唯一結論に差が出るのはあの主尋問だけね裁判所でやってで反対尋問やる前にねなんかこう証人が、まあ、亡くなってしまったとかね緑不明になったとかっていう形で、まあ、主尋問だけはあの裁判所で法廷 ででやっったたんだけど反対尋問ができなかった時にねじゃあそれが伝聞証拠になるのかって話なんですよね。で当然あの実質説からは反対尋問をってないっていう段階でねもうこの段階であの伝聞証拠に当たりうるあのことになってきます。もちろんあの要衝実の関係でね内容申請が問題になるものって絞りはかけていくんですけどまあ反対尋問してない点でねまあ伝聞法則に引っかか,かっちゃう余地が出てくるんですよね。それに対してこのの形式説取った場合はもうあの主人 だけでもね。ちゃんとその後半艇でやってれば、もう後半艇以外の教授じゃなくなってしまうんですよ。だからそういう点で。 文法則の観点から証例えば実説ケースケースは結局主尋問だけ裁判所でやって法廷でやってね、えー、で反対尋問ができなかったっていう事案だけあの差が出るけど逆に言うとそれ以外の事案では差が出ませんねで今のところ過去を見てるとあの司法試験でも予備試験でもねそういうあの事案で出たことがないんですよね主尋問だけやって反対尋問できなかったっていう事案がないので、まあ、どっちの見解にとってもあの結論は変わんないということになりますね、まあ、結局幼少実数の関係で内容の申請が問題になるかどうかっていうところがまあポイントになってしまってね、えー、他のところでは 出ないというところになります。まあ、ただあの究極的にね。本当にそういう事案がまあ、出た時にね。主人もだけやって反対尋問が出ない。いやできなかった事案が取材された時はね。本当にこれどっちなのかって自分で考えて書かなければいけないと思うんですけど。まあ、形式説の方、結構若手の先生が取られてるかなっていう感じですね。最近はね。ただ、私は個人的にはね。あの主人門って基本的にはあの証人尋問をね。請求。 した人がまあ、まずこう。自分がこう商人から聞き出したいことをね。まあ、主人問でどんどん聞き出してくるわけなんですけど、そういう点で反対尋問を経てないと非常にまあ危ない証拠なんだ。あ、ご飯の恐れが出るようなね。そういう危ない証拠なんじゃないかという風に思ってるんですね。私は個人的にはねまあ、ですので、まあ、私は個人的にはそういう究極の事案が出た時はね。実施設でまあ書こうというふうには思ってるんですけど、まあ普段はでもね。そんなにあのどっちでも。まあ気にしなくてもいいんだっていうふうに思っといてください。まあ、そういう究極の事案の時に皆さんね。どうすべきかっていうのはちょっと考えてた方がいいと思いますけどね。 まあ別に形式説なら形式説でも構いませんしね。 まどちらでもあの構いません。さてでえそんな感じでいずれにしろねこのどっちの見解をとっても要証実質の関係で内容の申請が問題となるものがまあ原証拠になるのでこれが要は規範になるんですよね。まあ、実際事例処理するときにさっきの領収書とか本件メモがこの定義に当てはまるかどうかっていう形で判断していくのでこれが規範になります。というわけでまずこれどっちでもいいからちゃんとしっかりとね答案に出せるようにするということですね。えー、反対事務は経っていない現教実のうちあるいはね後半定以外の供述のうちえこの要証実の関係で教実内容の申請が問題 問題となるものこれが伝文証拠なんだとでそうするとキーワードは幼少事実になりますね、えー、なので当てはめではやっぱり幼少事実が何なのかその証拠でね、えー、その証拠との関係で何が幼少事実になるのかっていうのを確定しないといけないことになりますでそれが今度3ページ になりますが要証事実というのはですねこの一番上のところですね三ページ、まあ、その当該証拠によって直接まあ証明されるべきまあ事実のことを言います二つ目のブロックのところですけどまあ試験においてね、えー、その当該証拠による要証事実がまあ主要事実ですね、まあ、刑事訴訟法の世界での主要事実というのは犯罪事実になります構成、まあ、要件該当事実とかね違法性訴却事実とか責任訴却事実に当たるような事実、まあ、これのところが刑事の世界ではね主要事実 になるんですけどまあ要証事実がそういった主要事実の時もあればそういった事実を推認させる間接事実のね、えー、時もありますですのでこれはもう事案ごとにねあのちゃんと証拠の内容とか問題文のね、えー、その誘導とかそういうところを見てねまあしっかりとこの要証事実を定めることが必要になってきますねまあ要証事実が確定できないとさっきのね伝聞証拠の定義に当てはめができないんですよね要証事実の関係で内容の真実性が問題となるものがね伝聞証拠として原則証拠能力が否定されるわけですからね さてで、今度この下立証趣旨と幼証事実という見出しのとこなんですけど、まあ今回の問題なんかもそうですけど、あのまあ立証趣旨って言葉がね。問題文にま出てくるときがありますよね。で、それは何なのか？って言うとまあ、立証趣旨とはってとこですけど、証拠調べ請求の際に証拠と証明すべき事実との関係を具体的にね。明示したもののことを言います。で例えばってとこですけど、殺人事件の犯行現場の実況見聞をねえ、まあ、した。結果を記載した実況見聞調書とか、まあ、あるいは写真撮影報告書とかね。まあ、こういったものをね。まあ。 立証趣旨として犯行現場の状況なんて形でまあ記載してね。それで証拠調べ請求することがありますね。なんでまあ一応こう。この下ね。2段落目のところですけど、定義上は要証少時と立証趣旨は別物なんですけど、ただ後でね。あの論文試験の問題を見るとわかるんですけど、実際上のあの論文試験の問題では？ 立証趣旨とと実がが同じ意味にななることが少なくありません、まあ一応本来的にはねあの上で説明したとおり定義は違うんですけどね要証事実というのはその証拠によってね直接証明されるべき事実でありまして立証趣旨というのはね、えー、証拠と証明すべき事実の関係を具体的に明示したものなんですけど、まあ、立証趣旨っていうふあの問題文にはあの書かれててもなんかね幼少事実っぽいこと書いてあることがあの少なくありませんね。 でこの中のとこですけども直書きのとこですが要証事実の非常に多義的な言葉でありまして最終的な立証目標となっている主要事実を、ね、意味する時もあれば特に伝文証拠以外の、ね、項目で要証事実という言葉が用いられる時に、ね、特に、ね、この最終的な立証目標を意味する時が多いんですよ。だけど伝文証拠の時は、ね、あんまちょっとそういう形であの捉えるんじゃなくて一番上の、ね、このページの一番上のところにあるとおり要証事実っていうのはとにかくその証拠によって、ね、直接証明される 直近の事実その、えー、それがまあもちろん立証目標の時もあるでしょうけどね殺意とかそういう立証目標の時もあるでしょうけどそこに至らない手前の、まあ、事実の時もあるんですよ使用事実の手前の間接事実みたいな時もあるんですけど、まあ、伝聞証拠の場面ではねこの幼少事実のはとにかくその証拠から直接その結びつくね証明されるべき事実のことを言うんだというふうに思っておいてくださいでそれとの関係でね、えー、この内容の申請が問題になるかどうかっていうのは判断していくことが必要になってくるんですね まあ後で具体的にねやっていきましょう、なかなか抽象的な話を聞いているだけだと理解がしづらいと思いますので、ね、あとで具体的にあの考えていきます。さてで今度、4ページのところですけども、パターン1ですね、えー、問題文に立証趣旨が明示されている場合の要証事実の設定の仕方ですね、えー、でここのところですけども、中身ですが、今回のねえ平成30年のま司法試験の問題なんかまさにこれに当たります。 である証拠の要証事実をどのように捉えるかについて証拠調べ請求権を当事者の権限として、まあ、当事者主義をね、まあ、基本とする係争法のもとではねまずはその証拠を証拠調べ請求した当事者がね主張する立証趣旨これを前提としてその証拠のね要証事実を把握すべきだという,ふうに返されてるんですよね。 ですが、えー、このただしのところですけど当事者が設定した立証書そのままの前提にするとね、まあ、およそ証拠としては無意味になるような例外的な場合はねこの時はもう裁判所はちょっと職権主義を、ね、発動して、えー、本当にその証拠から何が立証できるのかということで実質、えー、的な要証事実を、ね、あの考えていくことになってきます実質、まあ、的な要証事実を、ねえー、考慮する必要があるというふうに考えられてますね。 こういう立証趣旨なんだっていう。風うに言ってるんであれば、まあ、それを尊重してまあ、それがね証拠としてまあ意味がないっていう場合は別ですけど、まあ証拠として今意味があるんであれば、その立証趣旨をね。そのまま基本的にあの幼少事実っていうふうにまあ捉えていくことになりますね。これ後であの具体的にね。この問題解くときにあの使っていきます。あとは今度5ページのところなんですけれども。先ほどあの設問2の証問2のところでね。あの複数のなんかこう立証。 方法を考えないといけないんだっていう話がありましたよね。で、あ,あいた問題を特にあたっては、要は人の供述っていうのは、実は証拠として3つのあの使い方があるんだっていうのを分かってないといけないんですよね。なので、ここがまあ1つ基本知識になりますよね。あの、先ほどのま設問2のところですけれどもこうね。複数のこのね使用方法ですね。まあ、使用法を複数まあ想定して証拠能力検討しろってなってるんですけど、まあ、ここのとあの？ 問題を、ね、理解するにあたっての基本知識が、まあ、人の供述というのはね、まあ、実は3つの使い方が、えー、されるんだって話になりますでそれが5ページのところですけどもまず1つがあの典型的な伝文証拠ですねま丸、あ、一伝文って書いてあるところになりますまあ供内容の真実性が問題となるようなね、まあ、要証実を設定する場合、まあ、その供述伝文証拠になるんですけどですけどね、まあ、それが伝文証拠としての使い方になります、まあ、伝文証拠にねそのある供述が当たった場合は、まあ、原則ね伝文法則から 証拠能力が否定されますよねただまあ例外的にまあ伝文例外を件満たせばね、まあ、証拠能力が肯定されることになりますけども、まあ、いずれにしろこれが一つね伝文証拠としての使い方ということになります。 あとは、この二と三なんですけど、秘、まあ、伝文と、あとこの三のね、教授証拠の非教授適用法という使い方があります。まあ、広い意味ではね、二と三は大きくね、あの次のページに書いてあるんですけど、まあ、広い意味では秘伝文ですね。要は、伝文証拠ではないという点で共通するので、秘、まあ、伝文なんですけど、あのそのね、伝文証拠に当たらない理由が結構違うんですよ。だいぶ違うんですよね。で、答案では当然その理由をね、伝文証拠に当たらないっていうんであれば、その理由を書いていかなければ点数になりませんから、まあ、受験対策上はちょっとこうね、あのこう理由 これ違うというのはしっかり押さえておいてほしいんですよね。で、まず非伝聞というところなんですけど、これいわゆる精神状態の供述って言われるものなんですよね。えー。まあ、例えばこのね。中身ですけど、本来はまあ伝聞証拠の定義に当たり得る証拠。つまり、えー、内容の申請が問題である例えばね。あの人を殺してやりたいとか、あるいはフォー得のにしかなんかの主観的なまあ問題でね。あれを取ってやりでえー、取って取ってね。なんか自分のものにしたいな。とかまあ、そんなことをなんかとっさにねえー。ご被告人が口に出していたと。まあそんな。 えーこう精神状態を表すすよような教があったとしますよね当然そ,そういった供述で何を立証しようとするのかっていったらその供述人ねその人が本当に心の中でそうやってそういうことを思ってたっていうことは立証しないと意味がないから本来的には内容の申請が問題となるから伝聞証拠に当たり得るわけなんですよですが1行目の途中のところですね、まあ、本来は伝聞証拠の定義に当たり得る証拠なんですけども。 ま、それを証拠としてもね。まあ、ご飯の恐れがまあ低いため、伝聞証拠とは扱わないものね。まあ、こういったものはあの秘伝文なんていうね、えー、言葉を使ってね。説明する見解があります。で、えー、具体的にはこの3行目ですけど、まあ、犯罪の故意とか。 嫌悪の意図とかねまあ、精神状態心理状態はですねその供述当時にその精神状態にあったことをね要所時とする証拠に用いるときはやはりねその供述当時にそのような精神状態にあったか否かにつき供述内の申請が問題とまなりますよねそのねまあ、例えば被告人がその被害者をね殺してやりたいなんてねこう叫んでたとえしたらあその供述をね聞いてた人 にでですすねね、えー、例えばその、まあ、証言してもらうわけですよ、ね、被告人はあの時、えー、この殺被害者のことを殺してやりたいなんていう,ふうに言ってましたなんていう形で、まあ、その被告人の供述が、まあ、今回現供、現供述になるわけなんですけど、まあ、まさにねその供述当時本当に供述当当時本当に被告人がねその被害者を殺してやりたいと思ってたのかどうかってことの内容の申請が問題となるわけなんですよねじゃないと証拠として意味がありませんからね。 で、そういった、えー、で,ですかね。こういった精神状態の供述っていうのは、当時の精神状態を立証するのにまあ、最良の証拠っていう風にあの言われております、えー、例えば被告人をね。後でこう法廷にこうね。呼び出した時にまあ、当時ね。あのあなたはそのなんていう風に言ってたんですか。ってことで、その当時、この被害者のことを殺してやりたいんです。っていうふうにあの言ったことを再現させようとしてもまあ、被告人。それ自分が不利になっちゃうからね。当然あのその。お 当時ね言ったよようには絶対再現してくれないんですよでそうなるとじゃあ何が最良の証拠なのかっていうとそのやっぱ被告人が精神状態の供述を発言した時にねそれを聞いていたね、えー、人の発言ですね、えー、その人の発言の中に含まれるね被告人の現況実それが一番最良の証拠になるわけなんですね。なんでまずね証拠とすることの必要性っていうのが出てきます。 そしてさらに、えー、これをね、えー、精神状態の休述にはこの次のところなんですけど、知覚記憶の過程がなくですね、要は心の中で思ったことがとっさに口に出る,に出るんですよね、あの人を殺してやりたいとかね、あのものを取ってやりたいとかね、えー、そんな感じで心の中で思ってることがとっさに口に出るものですから、まあ、知覚記憶の過程がなくね、誤りが改ざする恐れがまあ少ないと。特にやっぱこう 伝聞証拠ってね人のまあ知覚記憶そしてまあ表現上手のまあ過程をね経てまあ証拠化されるものなんですけど特にその中でも知覚記憶の過程がね特に誤り入りやすいとでそこにまあこうね、えー、そういう過程がないから知覚記憶の過程がないから、まあ、反対尋問等によるねテストをする必要がないんだろうというふうにあの考えていきます。 ちなみに形式説の場合もあの反対尋問という言葉を使っても大丈夫ですからねただこれを別に必須の要件にはしてないというだけですね、えー、実質説はね反対尋問をあのしないともう絶対にえダメなんですけど反対尋問を経てない証拠はねあの伝文証拠じゃないように扱えなくなるんですけどね内容の申請問題にする限りね、えー、でも形式説の方もあの反対尋問によるテスト という点では妥当しますただ別に反対尋問を、ねえー、その証拠不要の絶対的な要件にしてるわけじゃなくて、まあ、裁判所の面前で、ねあのえー、証言をしてれば、まあね、裁判官の、ま、目の前でやってるから、ね、そ,のおそういう真摯性とかそういうところを吟味できるし、ねまあ、宣誓して証言してるんだったら、ねえー、そういうところで嘘はつきにくいだろう偽証罪で、ね、制裁を受けちゃうから嘘つきづらいだろうということで、まあ、そういうところもあの着目して伝聞証かどうか決めてるので、まあ、反対尋問だけが必須じゃないので、まあ、こ,っちここのところは別に。 実、えー、施でででも、ね、あの警視施設でももねどっちでもあの大丈夫です、まあ、反対尋問通ってやるとね、形式施設により近づくとは思うんですけどね、反対尋問以外のものは別にこうね、えー、手段でもいいわけなんですけども、一年中ちょっとそこは置いとくとしてね、知、ま、覚、あ、記憶の過程がなく、誤りが解体する恐れが少なく、反対尋問等によるね、テストをする必要がないこと。 でですすねねこれが許容性です、ね、それから、まあ、それでもあその表現術の過程のところに誤りが入る恐れがあるわけなんですけど現況術の表現術の誤りは現況術者の態度とですねその供述を聞いたものに確認して、まあ、書面であればねその記載の全国関係からまあ、それなんか本当に正しいのかなとかねそういうところを吟味すればいいし。えー まあこのねその現況術聞いた人だったらその時その発言した人はどんなあのね状態でどんな顔をしてましたか顔真っ赤にしてましたとかねいろいろその発言した時のま状況を聞いてねそれ本気に喋ってんのかどうかってことを聞けばいいんですよね。まあ、というわけでそういう点でですね結局この。 精神状態に関してはそのやっぱ現況実自体が最良の証拠だということで証拠にする必要性があることそしてその証拠とする許容性としてはね伝文法則かけずにねそのまま証拠として認めることの許容性としては特に誤りが入りやすい知覚記憶の過程がないということでなおね表現上手の過程で誤りが入る恐れがありますけどそこは、ねまあ、いろいろチェックの手段があるだろうってことで、まあ、それであの内容の申請問題となるにもかかわらず伝文証拠として扱わないものは非伝文っていうことがあるんですよね。 でそれに対して今度「○○」のとこですけどこちらもそもそもねあの内容の真実性が問題とならならい場合ですねえ言葉の存在自体をまあ要所事実とする場合ですねまあ例えばこうね次のページにあのちょっと2つ目のブロックのところにアンドロメダの大王の発言書いてあるんですけど例えばこうある人がね自分はアンドロメダの大王だなんてま発言した場合その発言自体からね例えばその人が当時精神異常にあったんだってことを推認しようとする証拠にする場合はねまあ別にこれ本当にこの人がアンドロメダかどうかっていうことを問題にする必要がないのであの 内容の申請問題とならないんですよその言葉がそういう言葉を発したかどうかっていうこと自体がねまあ、大事であってそれ自体が要所実施になってくるんですよねまあ、そういった場合はまあ、教室内容の申請が問題とならないためまあ、伝聞証拠にはなりませんねまあ、これはもう定義上ねもう伝聞証拠当たらないというものになります内容の申請が問題となってませんのでねというわけで同じ伝聞証拠でないものでもまるにまるさんで随分こう理由の 付け方が違ってくるんでねまあ答案上はやっぱその理由書かないといけないからまあ頭の中ではこうねちゃんと区別をしておいてほしいなって思いますねまあよくあの司法試験なんかで出前書が採点実感でまあこうあんまりこう この言葉ね非供述的用法って書いてある時もあるんだけど書いてない時もあってね非、まあ、伝文秘伝文証拠なんて形であの書いてる時もありますけどよ,よくね意味読んでると、えー、内容の申請問題としてないから非供述的用法で使ってる時もあるんですけど、まあ、ここのところがちゃんとね5ページに書いてあることが理解できてると出題の人が採点実感も正確に読めるのかなっていうふうに思いますね。 一応まあ6ページのところまとめになりますけどね、まあ、ちょっと読むと大変なんであの今の話で繰り返しになっちゃうんで、まあ、ざっと説明すると二と3は伝文証拠に当たらない点で共通して、まあ、広い意味では非伝文というふうに言いますただまあちょっとこうね理由のつけ方が随分違かったわけですよね非伝文の方は、まあ、本来内容申請問題となるんだけど、まあ、伝文証拠として扱わないもので3のまあ非供述的用法はもうそもそも伝文証拠の定義に当たらないものだということに今なってますね でまあ、この人アンドロメダの、ね、発言先ほど言ったやつをあの書いてきました。というわけで、この辺のところまでがまあ基本知識になるのかなと思います。さて、でこの辺のところが頭に入っていると、まずね、証文1からやっていきましょうか。えー、こちら、問題文の方ですけども、説問2の、ね、まず本件メモのまあ証拠能力なんですよね。で一応また本件メモ、ね、あのちょっと確認してもらいますと、問題文の,あの最後のところですけどね、問題。 文のの最後のところろでで、まあ、資料2のところです、まあ、こすれ、被害者の方がね、まあ、その被害に遭った100万円まあ交付犯人にね被告人に交付した後に、ねこうまあとに息子から騙されたんだってことで、まあ、指摘されてねでそこでえ忘れないうちにこの被告人から言われたことをメモに残したものになりますけど、まあ、1スラッシュ101、まあ、月10日という趣旨だと思いますが、えー、今日午前10時、A 公務店となる男性が訪問してきたその時言われたこと。えー 屋根裏に耐震金具が付いているが耐震金具に不具合がある地震が来たら屋根が潰れるすぐに工事しないと大変なことになる工事代金は100万円お金が用意できるのであれば今日工事をすることも可能だとこれ詐欺罪の事件なんでね、まあ、詐欺罪の構成要件要素で一、まあ、つ目ね欺く行為っていうのがありますけどこれまさに欺く行為の内容そのものになりますよねなんでこれ証拠として使えればね証拠能力あの認めてもらえれば、まあ、被告人が欺く行為をしたんだということをね犯罪事実の一つを 立証すすることがでできますので、まあ、非常にね、えー、大事な証拠なんだと思うんですよねで、えー、これをね伝聞法則の観点から証拠能力をね、まあ、聞く見ていくにあたってまず立証趣旨をね、えー、こう踏まえて、えー、見ていかなければいけません本問に関してね、えー、で立証趣旨からの要証事実設定してで内容の推薦問題となるのどうかっていうのを見ていくんですよねで伝聞証拠にあたるんだったらあの今度伝聞例外要件を満たせば証拠能力を認められるんで、まあ、伝聞例外要件の検討に入っていくことになりますじゃあちょっと立証指示を確認します え問題文のですね縦後のところになりますね縦、えー、のところでここであの後半期日が始まりますね。えー、っうことでこれ今回の被告人なんですけどもうはね、えー、この第一回後半期日においてってことになりますが、まあ、あの犯行否認してますもう被害者の家にも行ったことがないんだって形でね犯行否認してるんですよね。 でそんな中でえこの縦後のところの4行目ぐらいのところですけどまあ検察官の方ね9ですけども検察官の方で丸3の本件メモと丸4の本件領収書の取り調べの請求をいたしました。 まあ、立証メモの立証趣旨ですけど、公が平成30年1月10日、部に対し、本件メモに記載された内容の文言を申し向けたことですね、こちらを立証趣旨にしております。で、これ、どうでしょう、皆さん、立証趣旨、これ、ね、まさにその詐欺罪の,その構成要件要素の一つの欺く行為、被告人が、ね、被害者に対して欺く行為をしたんだってことをまあ立証しようとしているなっていうのが読み取れますよね。 で、先ほどのあのメモのね。内容を見ると、まさにその被告人がね。欺く行為としてこう被害者にこう申し向けたことがまあ書かれてますから。あまあ、この立証趣旨と証拠の内容ってぴったり合うんですよね。で、しかもそれ立証できればね。詐欺罪での有罪認定の方をねしてもらいやすくなってくるんで、非常に証拠として意味があるってことになりますので、先ほどのあのこの検察官秘書の立証趣旨って証拠として意味があるんですよ。なので、この場合当事者主義ですからね。勝手にあの皆さんが職権主義でね。あの <laughs> 勝手に要所事実を設定してはいけなくてですね、えー、まあこのまま当事者主義を尊重してこのここに書かれている立証趣旨これをそのまま要所事実という形でまあ扱っていくんだってことになってきますであとはねその、えー 先ほどのメモに書かれている。まあ現況術ですね、えー、その被害者の方がね。あのこう思い出して言われたことを書いてるわけですけど、まあその現況術被害者の方のね。供述の悩みの申請問題にしなければいけないのか、どうかってことで、伝聞証拠の該当性を判断することになってきます。で、このところに関しては、ちょっと手前の問題文の手前のところのレジュメのところをちょっと見てもらいたいんですけども。 7ペ、えージのところですね、係争法の説問にの概略というところになります、7ページのところですね、縦1のところで、まあ、証文1ということで、まあ、本件メモのまあ証拠能力というところなんですけども、えーまあ、矢印のところね、ちょっと復習があったら確認していきましょう、9、えーね、これ、検察官になりますけど、9、えー、が、ですね甲、えー、が平成30年1月10日、部員に対し、本件メモに記載された内容の文言を申し向けたこととのまあ立証趣旨でね、まあ、証拠調べ請求した。 本件メモにつきましてね、まあ、弁護人、があの不動意の意見を述べておりますね。でそんな中で、証拠能力が問われております。で まあ一応ねこの次のところですけど2つ目のブロックちょっと飛んでおきますとえ伝聞証拠の定義はねさっき言った通りあり実施説形式説がありますけどまあ各自ね自分の取るべき見解をねえまあ規範として出してであとは当てはめしていくということになりますね。ただどっちの見解に至ってもあの要衝実装の関係でね内容の申請が問題となるものがまあ伝聞証拠にあたってね原則証拠能力が否定される。 わけなので事、まあ、実のの確定をね当てはめのところでちあますねらさっき言ったとおり今回の領収書に関してはねこちらのメモに関しては、まあ、先ほどのね、えー、検察官主張の立証趣旨がですね、えー、あれ非常にいいね詐欺罪の事件として意味がありますからねまさにあざむっこをしたんだということを言ってるわけですから詐欺罪の有罪立証に役に立ちますので、まあ、あれをあのまま要請事実にしていくんだということにまあなってきますね。 でこのあとね、被害者の方、伝文証拠に今なった場合、あとでね、あの伝文証拠になる説明をしていきますけど、伝文証拠に今なった場合ね、伝文例外要件満たせばま証拠能力認め,認められるんですけど、こちら、このあとね、本件メモはまあ V が作った供述書、供述録書ではなくてね、その V が喋ったことをなんか捜査官が録取した、供述録書ではなくて、供、ま、述、あ、書。 に当たりますでこれは被告人以外のものの供述書なので刑訴法上の位置づけとしては321条1・項3号の、ね、書面ということになりますからそのね要件満たせばいいんですよね伝聞例外要件で一番厳しい要件になっちゃいますね。まあ、供述不能と不可欠性とね、えー、この特診状況絶対的特診状況とも言われてますけどうまく一番厳しい要件。 満たせば証拠能力が認められるんだってことこになってきます、まあ、これが以上全体的な概要で,すねでね、ま、ずね先ほどの要証事実の関係で内容の申請が問題となるかっていうのをちょっと一回、えー、確認しておきましょうか。ま、え、た、ー、問題文の2ページのところの要証事実のところをちょっとあ要所あ立証指示のところを、ね、見てもらいたいんですけど、えー、縦語のところですね問題文のところの縦語のところのえー このねね行目ぐらいです、ね、本件メモ4行目5行目あたりのところですけど本件メモの立証しね「公が平成30年1月10日 V に対し本件メモに記載された内容の文言を申し向けたこと」ってことで欺く行為をしたんだってことをね詐欺罪の構成要件要素の一つの欺く行為をしたんだってことこれを立証しようとしてるんですよね。でこの証拠の内容を見ると先ほど言ったようにぴったりねまさに欺く行為が具体的に書かれてますのでぴったり合ってる。だから結局、えー、この メモから何を立証しようとしているのかというとまさにねこういった欺く行為をしたんだこの文言をねこの被告人が被害者部員に申し向けたんだったことそれを立証をしようとしておりますじゃあそれをこの証拠からね資料の証拠から、まあ、実際にこの被告人が被害者に対してここに書かれているようなね欺く行為にあたるようなそういう文言を申し向けたんだってことを立証しようとした場合ここに書かれている ことがね。やっぱり実際に存在しないのにえー、欺いたってこと認定できませんよね。ですので、まあ、ここの書面に書かれた。 事実がね存在していることが前提になってきますここのところから欺くむっをしたってことを立証しようとした場合ねそうするとまあ結局ですねその先ほどの要証事実ですね被告人がこの被害者あざむっこしたんだここに書かれているようなことを申し向けたんだってことを立証しようとするためにはここのねメモの内容この内容の申請が問題となってくるのでそれで伝聞証拠になってくるんだって形でまあ考えていきますねじゃあこのあとちょっとここの先は回答例でま見ていきましょうかこのところも含めてね 後ろの方にあの回答例つけてあります、えー、答案用紙型の回答例ですけどね、まあ、矢島の論文完成講座の方でもこちらねメイン問題集の方であのこんな感じで私の回答例使ってやってきますけども、えー、まあ8分の1ページのとこですねで第2説問2っていうとこですね、まあ、今日はあの今回のやつはねちょっと説問1外してあります でとりあえずここのところを見ていきますと、えー、縦位置でまず、証文1で河川、えー、部丸さんの本件メモのまあ証拠能力というところになりますこれ、伝聞証拠のところね、ね、まあ、説問2のところで、答案全体であの5ページちょっとなんですけど、実際の説問1の操作のところがねそれほどあの長くないので、実際の答案8ページ内にあの収まっております。あの説問1も込みでね、えー、これ、えー 作ってあるんですけど、まあ、実際にあのこれ答案8ページ内に実際司法試験の、ね、回答用紙8枚もらえるんですけども、まあ、答案用紙の中収まってますのでね、えー、まあそんな感じで。えー ちょっとまあ見ていきますえ、1/8ページの縦1。小門1。下線部丸3の本件名簿の証拠能力ってところですね。で、かっこ1のところですけど、まずね。伝聞証拠のあの、これね規範になりますから、定義を出します。で、定義のところはしっかりビシッとね。幼少実事って言葉はしっかり出して、あのちゃんと固めとかないといけないんですけど、その手前のところはまあ臨機応変にね。まあ、問題文次第でね。答案の要は残りの時間とか紙の枚数とかの余裕を見てねえー。まあうまい具合に自分であの書いておいてもらえればと思うんですよね。で、まあそこで今回こんな感じで書いて書いたんですけど、かっこ。 本件メモがが証証拠拠ととして証拠能力が否定されるるかを検討するとよくあの証拠能力聞かれた時にあの例えばねあの法律自然的関連性証拠能力が認められるためには自然的関連性があること法律的関連性があることそれから証拠禁止に当たらないことが必要であるって書く人がたまにいる,いるんですけどあの実際問われてることに、ね、ピンポイントであの聞いていかないとね論文試験で時間とか紙が足んなくなっちゃうのでねあと後で取材の人採点実感の つけけてあるんですけど手前のところにねそんな話話は一切ありませんからね伝聞証拠以外の話はこれ書いいいちゃいけなな問題ですそんなことやっちゃうとね時間が足んなくなってあの必要なことを書けなくなって結局結果的に合格点に届かなくなっちゃうんですよね。というわけでまあ論文しか無駄なことを書かないのが鉄則です。だけどうまくこう問題提起の仕方工夫してねこんな感じで括弧1で本家メモが伝聞証拠として証拠の具が否定されるかを検討するって形でねうまい具合にピンポイントでこう書いていけるように。 してもらえればと思いますね刑法の答案書くときも、まあ、刑法ってね構成要件レベル違法性のレベルの話責任レベルの話がありますけど構成、まあ、要件のレベルの話って常に必ず書くんですけど例えば正当防衛とか緊急避難とかね違法性のところでなんか問題になる事情もないのにあの違法性の話なんか書きませんからねわざわざね、えー、まあそんな感じで、まあ、必要があるところだけ書くんだというところですね。 さてそんな感じでもう一回括弧一1のところですけど本件もが伝文証拠として証拠能力が否定されるかをまあ見ていきますで伝文証拠のね論証しますえ知覚憶表現上述の各過程を経て証拠化される教授証拠は各過程に誤りが入る恐れが高いことからねまあご飯防止のために反対尋問によるまあチェックがまあ必要なんだとで要所事の関係でえ教授内容の申請が問題ではない場合はねまあ現教授証拠としてもご飯の恐れがないまあここまではねある程度あの自由にやってもらって構いませんでまあ大事なのはこの伝文証拠の定義をまあカチッとねまあ出す ところになってきますねで必ず要請実と言葉入れとかないとあのきちんと当てはめができなくなっちゃうからねそこはあの忘れないでほしいんですけども、まあ、そんな感じで、えー、伝文証拠とはというところですけども、えー、裁判所の面前で反対尋問を経てないね現況実のうち、まあ、要請実実の関係で内容の申請が問題となるものなんだ、まあ、こんな感じでやっていってくださいさてでその後ですね、えー、じゃあ要請事実というのはどういうふうに設定するのかということで余裕があればね頭の中にはぜでは絶対分かってなければいけないんですけど、まあ、余裕があればねこの10行目みたいな感じで書きますねで10行目のところですけど えー、そして、えー、証拠調べ請求権を当事者に付与するね、当事者主義を基調とするね、基本とする係争のもとではあ、当事者が設定した立証主義をそのままね、えー、前提にするとおよそ証拠として無意,が無意味になるような、そんな例外的な場合を除いてはね、まあ、基本的にはそのままね、えー、立証主義を前提として、要所事実を把握すべきなんだというふうに考えていきますね。まあ、この発想で、えー、考えていきます。で、ここがまあ、規範になるんですよね。で、ここから先、当てはめになります。まずあの規範でですすけどもやっぱこう立証当事主義、から 立証趣旨が問題文に明示されているものでねでしかもあの今回説問にね「立証趣旨を踏まえて」って書いてありますのでまずは着眼点当てはめスタートしたらまずは立証趣旨なんですよここのところね問いに答えるって観点から考えた時にね。でそこで 括弧二のとこですけど、検察官が主張する本件メモの立証趣旨はってことでね。で、甲が平成三十年一月十日部に対し、本件メモに記載された内容の文言を申し上げたことは。ってことになってます。で、今度証拠の内容を着目するんですよ。と、本件メモには、甲が平成三十年一月十日部に対し、て耐震金具に不具合があること。とか、地震が来たら屋根が潰れること、それからすぐに工事しない、と大変なことになること。それから工事代金が百万円であることなどね。まあ、甲が部員に対して、この欺く行為をね。として発言をした具体的な、まあ、言動が、まあ、記載されてますよね。 でこの証拠から、ですね甲が文に対してこのような文言を申し向けたことをま立証をできれば河、まあ、がが、ね、詐欺罪の構成要件、うん、ですね、まあ、犯罪事実を構成する欺く行為をしたことが立証できるため先ほどのまあ立証指示を前提とすると証拠として意味がありますよね証拠として意味がないというあの場合ではない事例ではないですよねですので、まあ、その立証指示をね、まあ、尊重しましてそれをそのまま幼少事実にしていくと。 いうことになってきますというわけで今以上のことから本件メモのまあ要証事実はね立証趣旨にある通り8分の2ページの1行目ですが甲が平成30年1月10日分に対し本件メモに記載された内容の文言をね申し向けた事実これがまあ今回のね証拠から直接証明しようとしている、まあ、要衝事実だということになってくるわけですね。まあ、一応書かなくていいですけどこれ主要事実ですよね。犯罪事実そのものもになってますかからね、まあ、今回わりしこう 分かりやすい、ね、要証事実を設定するような問題を出してくれたのかなというふうに思いますね。さてでこのあとたってたんですねこれ内容の申請、えー、今度「伝文証拠」の該当性ですけどそして本件メモの記載内容は反対人も経てない後半定外の部位の供述でありまして、まあ、V のこの供述からね、えー、先ほどの要証事実要は欺く声をしたんだと具体的にああいうことをね申し向けたんだってことを、えー、こうね 立証するにはねあんな事実があったということ存在立証するにはまあ、部位の教室内容通りの事実が存在することが必要になってきます存在すこのね部位の教室内容の事実が存在しないのに、うん、部位があんな風に欺いたなんていう風に認定できませんのでねまあ、そんな感じで要所実の関係で部位の教室内容の申請が問題となるんだってことでこれで伝聞証拠の定義ねあの当てやめができましたのでまあ、こちら本件メモは伝聞証拠に該当するんだって形で考えていきますねさてで今度伝聞証拠に当た 場合は、ね、こあと伝聞例外要件をね検討することになりますまあ伝聞証拠って原則証拠能力否定されるんですけどね伝聞例外要件を満たすと、まあ、証拠能力が認められますので、えー、そこのところを検討しますでそこでカッコさんの「あ」のところですけども、えー、伝聞証拠であっても伝聞例外のね要件を満たすときは証拠能力が認められるんですよとで本件も、まあ、V の供述書でありましてねさっき言ったとり別になんか捜査官にこう供述を録取された供述録書ではありませんよねというわけで 供述書ということになります。でこれはまあ経緯補正はね、えー、まあ被告人の供述書なのかあるいは被告人以外のものの供述書なのかって形で大きく分けるのでまあこれは被告人以外のものの供述書ということになりますね。えー、ですのでまあ三百二十六条のね同意がない本件本文においてはまあ三百二十一条一項三号のね一番厳しいまあ伝聞例外要件ねを満たせばまあ証拠能力が付与されるってことになってきますね。まあ逆に言うとまあこの厳しい例外要件を満たさない限りねその後は証拠能力がまあ否定されてしまう証拠能力が認め 方向で、まあ、終わってしまうんだということになります。 さて、じゃあ,あ一番厳しい要件ね、これから見ていきます。まあ要はね、供述不能と不可欠性と絶対的突進状況というふうに、まあ言われているものですけどね。まあ、ちょっと順番に見ていきますと、まずい、e、のところですね。えー、まず部位は、これね、ちょっと問題は後で見といてもらえればと思うんですけど。まあ脳梗塞であの倒れてね、意識の回復の見込みがなくて。えー、しかもですね、仮に回復したとしてもね。えー、記憶障害が残って、もう部位の取り調べ不可能っていう事実がね、問題文に今出てるんですよ。まあそんなことから、まあ条文上ですね、精神もしくは身体の故障により、後半。 記事層でこういう供述することができないっていうところにあたるので、まあ、これで教不能ってことこになりますねちなみに条文に例示されてないような場合ね例えばこう。 このね、証言拒絶とか、そういう形で、えー、こういう条文に列挙されてないような、あの、自由で供述不能の時もあるんですけど。今回は、あの、そのね、条文のまま、そのまま使える事案なんで。えー、別にね、これが例示列挙で、それ以外の場合でもね、その例えば、証言拒絶が、そういうのも供述不能に当たるとか、そういう余計なこと書かないようにね。えー、しておいてください。あの、自然に書く採点時間後で、読んでおいてもらえればと、わかる、まあ、わかるんですけど、ここは指摘されてましたね。まあ、条文に書かれてる、あの、もの、そのまま使える事案なんだ、趣旨のことが書かれてましたので。まあ、ぜひ後でね、えー、自然に。 最時間を確認しておいてもらえればと思いますね。 特に採点実感ってあの将来の受験生に向けたメッセージっていうコンセプトで出してますので、もうやっぱりねこの採点実感って必須なんですよね、直近の試験までこう含めて、なるべくこう遡ってね見ていって、交際員がどういうことを受験生に求めているのかってことはよく分かっておいたほうがいいですね、司法試験の受験生はもちろん分かってないといけないし、予備試験の受験生でも、ね司法試験の採点実感を分析することによって、その法律の文書のねやっぱこうどういうところがよくて、どういうところが悪いのかってことがよく分かりますので、ぜひあの機会があればね採点実感しっかり見といてほしいなと思いますね。 文性講座の方ではねこういうあの趣旨とか採点実感必要の時代の触れていくことになりますね。さてでですねこのあと15行目のところですけども2つ目のね要件でまあこのね不可欠性の要件ですね次にその供述が犯罪事実の損否の証明に書くとができないとはその供述が犯罪事実の証明のために実績に必要と 言えることをね言うと解するって形でまあちょっと解釈論展開します。これは実際にあのそのある証拠が唯一の証拠ということを意味しないんですよ。あるなんか一つの証拠があっても裁判官って事実認定をするにはその合理的な疑いをね、えー、要は入れるもう余地がないぐらいね合理的な疑いを超える程度の要は証明がされた 場合じゃないとその事事実実を認認定定その事実があるって認定できなないんんでですよねなんで一応こうある程度その幼少時事実に,に対して睡眠力とか証明力があるような証拠があったんだとしてもそれだけだとねその犯罪事実を認定できない時もありますから唯一の証拠という意味ではないんですよ。 でじゃあそれはどういうことなのかっていうとやっぱそのね事実に対して実績に必要証明のために実績に必要だっていう形での解されてますこれは一般的なまあ考え方なんですけどねでそんなのなかなかあの理由書いてもしょうがないから、まあ、所与の事実としてさらっとね、まあ、実績に必要って形で解釈論を一言入れてであとはねそのまま当てはめをしていきます。 でそうすると17行目ですけど、まあ、本も見るとこうは V 方に言った事実を否定し犯行否認で V の供述力書も存在しないと、まあ、V ね、ね取り調べを受ける前にちょっとこう意識不明になっちゃったんで、えー、こので、ね、V さんの供述力書もないということに加えてでこの V さん被害者 V さんの息子の W さんは実は V さんのメモに書かれているような内容のことを、ね、あの法廷で証言してるんですよ。W さん ですが18行目のところですが W の後半供述に含まれるその V の供述って結局 だからその伝聞供述に関してそのね公判定外の V の供述部分のところにその証拠能力が認められるためには結局この324条2項と321の1項3項が準用されて結局 V について先ほどの3つの要件を満たさないと証拠能力が認められないような感じになっちゃってるんですよ。でそうした時にですね実際にその V が書いたメモこれ本人書いてるメモだから証拠としてはね適切なんですよね。V、さんがこう V さんに代わってねさんの息子さんの W さんが法廷で V さんがこんなこと言ってましたよなんてことを言うよりも V さん自身が書いたメモの方が証拠としてはね証明力とか強いはずなんで最良の証拠なんですよ。ですので、まあ、そういう点でね、えー、この二4要面のところですけど、まあ、そういった。 ところ考慮すると、えー、V がこうの欺く発言を直接聞いて自らの体現したことを記録に残したまあ本件、メモはね、えー、先ほどの要証事実の立証のためにまあ非常に有力な証拠で、まあ、この証拠がなければね、えー、先ほどの要証事実、要は被告人が欺く文言ね、具体的にあのメモに書かれているような、欺く文言をこう、ね、被害者に申し向けたということをですね立証するのは難しいんだというふうにあの評価していきます。というわけで、以上のことから、こうが V に、ね、欺く行為をしたとの犯罪事実の証明のためにね、まあ、これまさにこのメモ、本当にこう実的に必要なんだという形でまあ書いてもらって、 でまあ、それであの不可欠性の要件をね、えー、充足するんだって形でまあ書いてきますねさてで最後にあの、えー、特進状況ですけどもお3ページのところの2行目になりますねでこちらですけども最後にね供述が特に信用すべき状況のもとにされたといえるかはね、まあ、当該供述時における、ね、外部的事情からまあ判断することになりますで本も見るとね、えー、本件犯行のまあ当日息子の、ね、W から犯人がいた内容を記載しておいた方がいいとまあ言われてでその場でこのメモをね、まあ、作ってる。 わけなんですよねでそういったまあ外部的状況から見るとね、えー、本件メモは V が日数の経過により記憶が減退する前にね、まあ、しかも自発的意識的にね、えー、こう書いてるものですからこんな時にまあ嘘を書くわけないなと間違ったこと書くわけないなっていうようなことがまあ推測されるんでね、まあ、そんな感じで、えー、このね本件メモにある V の供述は特にまあ信用すべき状況のもとにされたものというふうにまあ考えられますね。というわけで以上この3つの要件ね供述不能と不可欠性とそれから今のね特進状況ですね、まあ、絶対的 特状況、まあ、こんなものを満たすということで、まあ、321条1項3号の、ね、全てのまあ要件も充足するんだということでね、まあ、証拠能力が認められるよって形で、ね、書くことが考えられるんじゃないかというふうに思いますね。 さて、で今度もう一つ、領収書の方ですね、こちらの複数のですね、このちょっとこう使い方立証方法を想定してということになりますので、まあ、先ほどのね、あのこの3つの「教授証拠には3つの意味があるんだ」というね、伝文の意味と典型的な非伝文の意味とね、そも,そもそも内容の申請が問題とならないね、まあ、非教授的用法の意味があるんだというのをちょっと思い出してですね、考えていくといいんじゃないかというふうに思いますね。 で、まずね。領収書をちょっと確認してみましょう。問題文でちょっと領収書を見てくださいこちらですね。問題文の一番最後のところくっついてますけど。も領収書、これ要はですね。この右下のところに被告人の甲がまあこうね。名前書かれてるんで、まこうのまあ文書なんですよ。こうがこう作った文書なんです。で、これがこのね。右上に日付書いてますけど、30年の1月10日平成30年の1月10日に左上の。まあ、今回の被害者 v さんにね。回ってて。 でその供述の内容としては、えー、この100万円かっこ税込み、えー、ただし屋根裏工事代金としてまさに領収しましたということがま書かれてますですとね立証趣旨をまた見てもらいたいんですよねまあ立証趣旨との関係であの要衝事実をね、まあ、考えてきます当社主義ですからね立証趣旨がある問題の時はね、えー、立証趣旨も踏まえてね証拠の内容をも見てねで何に立証しようとしてるのかなっていうのを見てきますねでそうすると問題文のまた縦を のところですけどもえ縦後のところのえこのね2段落目の下から2行目ぐらいですかね本件領収書の立証趣旨についてはって書いてあるところ見つかりますかね縦後のね2段落目のまあ下から2行目ぐらいですね本件領収書の立証趣旨についてはってところですけどまあこんなことが書かれてます公が平成30年1月10日に部位から屋根裏工事代金として100万円を受け取ったことってことであの先ほどのまあ被告人公自身の教室の,の内容とぴったり合ってますよねえですので まずね、えー、と同時に。 この100万円を受け取ったってことになればあの詐欺罪の、ね、客観的な構成要件要素で、まあ、財物の交付、まあ、まずね欺く行為っていうのはさっきのメモのところからまあ立証しますよねで相手が錯誤に陥ってでその後ねその財物の交付があって財物が移転すると、まあ、詐欺罪がきつになるんですけど、まあ、100万円了承しましたっていうことがね、まあ、立証できれば、まあ、財物の交付とかね財物の移転と立証できますよねだから非常にこれぜひともまあ証拠にしたいわけなんですけどでこのね今の立証し百100万円受け取ったんだってことが、まあ、立証しる 立証できれば今のね詐欺罪の構成要件要素のところを立証できるわけですから証拠として意味がある立証趣旨をね言ってるんだということになってきます。というわけで当社主義をまあ尊重いたしましてねまあこの立証趣旨意味があり,ありますのでえこの立証趣旨をまあそのまま要所事実としてまあ捉えてねえ伝聞該当性を検討するというのがまずこれが一つの使い方なんだと思うんですよね。ここここのののの点どどううででですすすかか今使いい方ととと伝聞証拠になるかっていうことなるんけもページのところ まあこの、ね、100万円あ受領しました工事代金としてねこの日にこの V さんから100万円受領しましたっていうことをですね書かれてますけどまさにこの書面からそういったことを立証しようとしてるんでここに書かれてるこの被告人公のね供述ですね受領しましたっていうこの供述これ当然ここにある事実が存在することが必要になっていくんですよここに書かれた事実も存在しないのにねここにあった事実があったんだってことでこの,あむこのお金を受け取ったんだってことを認定できませんからまさに内容の申請問題になるんですよね。 というわけで1つこれ伝聞証拠の筋がつくんじゃないいかと思いますねでこの場合あのこれ被告人自身の供述書なんで伝聞例外要件としては、まあ、特にこう、ね、自分でお金を受け取った詐欺罪の要は、ね、犯罪事実一1つやったってことを認めてるわけですから、まあ、ある意味不利益な、ね、事実をまあ承認することの内容としてますから伝聞例外要件としては後で条文確認しといてほしいんですけど322条の方を、ね、後で見ておいてもらって要はその、ね、任意性が、ね、伝聞例外要件になってきますね。ななんでそここの検討すすることになりま,すなんでまず まずそこのところまでね、えー、回答例を確認していきましょう。もう一つの、まあ、使用方法のところはね、また後でちょっとこの後見ていくとして、まずは今のところまで、えー、この、ちょっと回答例のところを確認していこうと思いますね。じゃあちょっと回答例開けてください、えー。8分の3ページのところになりますね。東安吉型の回答例、8分の3ページの、えー、11行目のところですね。縦に証文に稼ぐ丸4の本件領収書の証拠能力というところです。で、ちょっと中身をね、見ていきますと。 えまず3ページの12行目のところでカッコ1のところですけどえ本件領収書が伝聞証拠として証拠能力が否定されるからは先ほどと同じまあ判断枠組みは伝聞証拠のまあ定義ですけどねまあ,あれと同じ枠組みでまあやっていきますよという趣旨のことを書いておきますさてで実際の当てはめですがま,あまずカッコ2まあ複数の方法をね想定しろってなってるんでまずは伝聞証拠としての使用方法ですねえ要は内容の申請が問題となるようなものなんですけどもえあのとこです 本件領収書が伝聞証拠に当たるかはまあ検討していきます。で、検察官が主張する本件領収書のまあ立証趣旨はね、こうえー、が平成三十年一月まあ十日にですね、V から屋根裏工事代金として百万を受け取ったことという,ふうになってます。で、実際その証拠の内容もね合うということをちょっと確認しておきますね。で、本件領収書にはこうが平成三十年一月十日あ V をの当て人として屋根裏の工事代金として百万円を領収した旨のね、こうの供述が記載されております。で、この証拠からね、こうが V から屋根裏工事代金 と100万円を受け取ったことを立証できれば、まあさっき言いましたけどね、詐欺罪のあの構成要件要素結構刑法の知識もね必要になってきますよね。まあ詐欺罪の構成要件要素のまあ一部ではありますが、あその財物の交付とかね、財物の移転。 があったことをま立証できるためこのね先ほどの立証趣旨を前提するとね。まあ、証拠として意味があるまあ、逆に言えば証拠として意味がないわけじゃないから、あ、最後勝手に皆さんが職権主義を発動してですね。その勝手に要所実設定しちゃいけないんですよね。というわけで、そのまま。まあ証拠調べ請求をしているね。検察官のま意思を当事者主義で尊重しまして先ほど書かれていた。あ、そのね立証趣旨をそのまま要幼実にましていくんだということになってきます。というわけで以上のことからこの次のページですが、4ページで本件領収書の要収実はえ。 ある通りこうが平成30年4月10日にですね部位、えー、から矢倉工事代金として100万円を受け取った事実だということに今なってくるということですねさてで今度内容の申請が問題になるかどうかです,ですが、えー、そして、えー、この3行目ですが、えー、本件領収書の記載内容はねまあ反対事もを経てない後半定外の公の供述だって、えー、しかもねこの供述をからですねさっきの立証幼少時ですね、えー、お金を受け取ったとかあそういうところを、えー 立証するにはね、要衝術が存在することを立証するには、まあ、今日の今の教室内容通りの事実がね存在することが必要になってくると、まあ、実際お金を受け取ったっていう事実ももうが存在しないのにねあの領収書からお金を受け取ったってことを事実認定できませんので、まあ、そういう点でね要衝術の関係で V の教室内容の申請が問題となるということになってきます。というわけでこれ伝聞証拠の定義にあたりますので、まあ、本件領収書はまずね伝聞証拠に該当するんだって形でまあ書いていきますね。 でその後の例外要件の話ですけども「う、まあ」右のとこですね、まあ、そんなあ伝聞証拠でありましてもね伝聞例外要件を満たせば、まあ、証拠能力が認められることになりますでここはね時間がなければはしょっていいとこなんですけど、まあ、一応、えー、気になる方がいるかなと思ってね一応残してあるんですけど8行目のとこです、えー、本件領収書は公が本問詐欺事件のために特に作成したものであり、えーまあ、この公のね業務の通常の過程において作成したものとまでは認められないから323の2号の伝聞例外の書面に当たらないってことを一言書いておきました。まあ、人によってはなんか、ねこれ 通常の工務,務店って形でまあ詐欺やって騙してるからねまあえ通常の業務の過程でやってるんじゃないかというふうにも思えるんですけどまあこれ今回この事件のために作ったものでありますのでねまあそういう点で。 えこのね2号のまあ要は無条件で証拠能力認められるすごい伝聞例外要件なんですけどねちなみにこの基本知識でまああの矢島の即身プット講座なんかでねあのやってますけどこの何で323の2号書面がね要はこの通常の業務の過程で作った書面って何で無条件で証拠能力が認められるのかっていうと通常の業務の過程で作る例えばこう帳簿なんかは嘘を書いちゃうと自分自身の業務に要は主張が出るんですよねだから通常の業務の過程で作るような帳簿なんかは嘘を書くわけがないんだっていうことで特進状況が非常に高いんですよね。ゆえに まあこの無条件でね証拠能力が認められるわけなんですけど、まあ、この領収書を一回限りこう渡しても終わりのものだからね仮にそこを,嘘を書いたとしても向こうに渡しちゃってもう一回限りで終わっちゃうものだから、まあ、そういう点で別に困んないんですよ嘘書いてもねだからそういう点でこの323の2号ね無条件で証拠能力を認めるこの法の趣旨が多動しないからこの2号に当たんないんですね、まあ、こういうのはあの矢島の促進ロ講座とねそういう基本的なところの講座で学ぶべきことなんですけど、まあ、一応そういうの前提知識が入っていることは前提ですね 一応まあ時間がなければこのね二号の書面に当たるわけがないのは当たり前なんでまあこんなところは走っちゃって構いませんあの自然の人が採点時間でも特にあのこの二号の話書いてなかったんでねまあそこは触れなくてもよかったと思うんですけどたまに受験生がねこれ二号書面なんじゃないかこの三人さんの二号書面なんじゃないかって疑問に思われる方がねまあいらっしゃるんでまあそんな感じで一応ね残してありますさてでは本題ですね、えー、この下十一行目のところですけども本件領収書は今日の教授書としてまあ被告人のまず教授書に該当するんだということでで本件あのそのね三二六のまあ同意がありませんので で3二にのね1個の伝聞例外要件がね認められない限り証拠能力が付与されないということになってきます。 でこの32人の1、ね、項の例外要件につきましては14行目のところですね、えー、本件領収書は項が部位から100万円を受領した事実を認める旨のね項の供述が記載されているものでありますで詐欺罪の犯罪事実を証明するね証拠として結局ある意味自白してる自白調書になっちゃうんですよね自白の要は自分で書いた自白証明になっちゃいますのでそのね不利益な事実の承認を内容とする証明にあたるとでこういった場合は32人の1項の適用上ね任意性がこの伝文例外要件ということに今なってきます で当てはめします本文見るとってとこですけども本件領収書は公が V から公事代金として100万円を受領する際にね V に交付するたいう、まあ、こと、ねまあ、ここはあんまりちょっとごちゃごちゃ長く書きすぎてしまうとねちょっと他の大事なところが書けなくなっちゃうので、まあ、これぐらいにはしておりますね。個、まあ、別に誰かに強制されてね無理,無理してこの領収書を作ったわけじゃありませんのでね、まあ、自発的には自分で書いたんで、まあ、任意性が認められるんだという形ではあ,あっさりね認定して終わりにしております。 というわけで本件ね、まあ伝文証拠に当たるんですが、今のまあその要証事実の関係で、今回の領収書ですね、伝、えー、文証拠に当たるんですが、まあ伝文例外要件を満たしますので、えー、結論としては、20行目ですね、まあ、このような使用方法との関係でね、まあ伝文証拠としてのまあ使用方法との関係で、まあ、証拠能力が認められるんだということになってきますね。まあそこに書かれていることの内容申請、問題とするような形で、まあ、証拠として使う場合でもね、伝文証拠に当たるんですが、例外要件を満たすので、まあ、証拠能力が認められるんだというような筋になっております。 さてでもう一つの使用方法なんですけど今回ね実はあの非供述的用法要は内容の真実性を問題としない形で実はね使うことがあの可能ですでそこをちょっとねご説明いたします似たような問題はね平成27年の司法試験の問題とこれ似てるんですよねあちらはあの共謀共同正犯のね共謀を立証するためにハンコマニュアルみたいな書面が出てきたんですけどそこにあの共謀を否認している人のねなんか指紋がついてるとかねまあその他いろんなまあ事情があったまあそんな感じの事案だったんですけどねまあそういう点でその えー、内容の申請問題としないでね共謀を立証しようとしてたんですけど今回もね内容の申請を問題としないでですね、えー、このね、えー、お金を受け取ったってことをね立証することが可能なんですよねでこの点は、えー、このレジュメですと、えー、8ページのところで先ほどあの証文2のところね、えー、の話に入ったんですが特にですね えー、このもう一つの使用方法ですが、えー、8ページの、ね、縦2の真ん中辺の括弧1これ今のご説明した伝聞証拠としての使用方法ですね、えー、で今度9ページのとこですけどこれはの非供述適用法としての使用方法になりますでちょっととこここのところを、えー ご説明しますこのね最初のところのこのちょっと矢印2つ書いてあるところの一番下のところを見てくださいこの矢印書いてあるところのすぐ下のところですけど本件領収書書って書いていあるところこころスタートしますで本件領収書自体からねまずこういう状態さっき問題文にねあ,のあるような領収書 ですねまあ、そういったものが存在するということをまず立証するんですよ、それは立証できますよね、あの先ほどの領収書があると、問題文にくっついている、ああいう状態での領収書ね、甲がこの V に当ててね、えー、この30年の1月10日に、ねえー、甲がまあ V に当てて100万円を、ね、工事代金として受け取りましたこんなことが書かれてる、こういう領収書、こ,れ、えー、この証拠からまず、こういう領収書が存在するんだということを立証するんですよ。 そしてそこにですね、えー、この上の事実を加えます本件領収書は公が作成した事実これ問題文でね、確定した事実なんですよね、えー、本件領収書は公が作成した事実それから公が部位に本件領収書を交付した事実これはちょっとまたここすぐ戻ってくるんでねあのなんかちょっと挟んどいてねもらいたいんですけど問題文ちょっと見ますここの事実は 問題文の説問の最後のところに書いてあるんですよ。えー、説問2の証文2のところですけど、この正し書きのところですね、ここでこれがいきますね。本件領収書の作成者がこうであり、本件領収書がこうから部に交付されたものであることは証拠上認定できるものとするということで、これね、やっぱ使ってほしいんですよ、このところね。なんで、ここのところをこ入れていきます。 えでそうすると、えー、このね領収書が存在するっていうことをまずこの領収書自体からさ立証,します証明しますよね。でそれで、えー、他の証拠からも確定してることでこの領収書は先ほどの領収書ね抽象的に領収書ってみないでくださいよさっきの,あの問題文ねああいう状態のああいう内容の領収書、えー、それをね甲が作成した事実にプラスして甲が部位にその領収書を交付した事実これ確定してますでこれ入れます。でそれれにプラスしてこれ経験則の問題なんですけど 一般に領収書ってどういう時にあのこう、ね、作るのか相手に渡されるのかってやっぱお金を受け取った時なとですよねですので、えー、一般に領収書っていうのは金銭を受領した時にほらそれを、まあ、要は証する書面として交付、まあ、するようなものですから、まあ、そういう経験則も併せ考えると結局ですねその先ほどの領収書からそういう領収書が存在するってことさえ証明できればそこからね今の2つの事実 プラス経験則に照らして、えー、その立証趣旨で明示されてるですね、えー、甲が V から100万円を受領した事実ここをね合理的に推認できるという風に考えられるんですよね。こうう客観的な事実とか経験則が合わさることとによってねというわけでこれがもう一つの使い方です。で平成27年の司法試験がこ,うあのこんな感じのね、まあ、またもちろん使う事実は ちょっともちろん問題文が違うから違うんですけどこういう思考方法をさせる問題がね27に出てるんですよね。なんでそこをよくね過去問やってた人はこの問題はまあ解きやすかったんじゃないかと思うんですけどそれやってない人は結構大変だったんじゃないかって思いますね。まあ、過去問やるっていうのはすごく大事でねで特に採点実感を分析していくっていうのはまあ非常に大事なものでありますね。あと,あとちょっとおまけで、えー、さ最後「参考」っていうところなんですけども、えー、問題文にあった次の実にどのような意味があるのか。 と形でちょっとね、えー、おまけですまずね、この領収書に、こうの指紋が付着していた事実ですね。それから領収書にあった陰影と、その事務所で、このね、この被告人、こうの事務所で押収された、こうの認め印の陰影が合致した事実。これ、使ってないんですよ。私の後で回答例ね。今の睡眠の過程入れてませんよね。じゃあ、これ、何使うのか。実はまあ27年の司法試験ではね、こういう指紋が付いた事実とか、すごい大事な事実だったんですけど、えー、これ、今回使いません。それはなんでかっていうと、この下の矢印のとこです。 えー上,記本えー、上記の本件領収書から、皇の指紋が検出された事実や、本件領収書の陰影とその、ね、被告人皇の、えー、事務所にあった皇、ね、の名字が告された認め人の陰影が合致した事実を合わせ考慮すると、皇が本件領収書を作成した事実が、まああこね、推認できるわけなんですよね。ただ最も えー、説問2の証文2の問題文の正し書きによるとね、えー、さっきあの見ましたよね本件領収書が作成した事実は証拠上認定できるっていうになってるからあのこういうね今言った指紋付いた事実とか使わないでもまあ良かった事案なんですよねもしあのさっきの説問2のね証文2の正し書きであのこの領収書作ったのがこうだとかって書かれてなかったらさらにあのそういう事実もあのこの今のねこの上の図の推移の過程の中入れていかないといけないんですけど、まあ、そこをやらずにちょっと問題文簡単にしてくれてる事案でした。ちなみに 平成27年の司法試験の方はそういうね指紋ついてる事実と,うとこも使っていかないといけなかったんでもうちょっとあの難しかったというかまあ,あのもうちょっと具体的なね検討があの要求されてた事案なんですけどこちらの方はその点のところは少しあの推認の過程が少し楽になってましたね。あと1つポイントなんですけど よく、ね、あの受験生間違っちゃうのはこの上の図のね水銀のところにあの独立した伝聞証拠を入れちゃう人がいるんですよここ入れちゃうとまたそこも伝聞例外要件を満たさないと使えないことになっちゃうからそういう問題ってあの絶対出さないはずなんですよねややこしくなりすぎちゃうからね。なのでこの睡眠ののでこ過程の中に 入れられる事実はね、ここのところはですね、あの必ずあの問題文で他の証拠から確定している事実をね、あの使っていくようにしといてください。まれに例えばここで悪い例ですよ。これ絶対真似しないでほしいと思うんですけど、甲が v に本件領収書を交付した事実、これ今回問題文でね、あの確定しているってことがあのもうね書かれてたからこのまま使えますけど、やっちゃいけない例は例えば誰かが例えば被害者がね、この領収書を甲からもらったっていう,ふうに言ってましたってね、その供述をここで指摘してやっちゃうと、その証実自体がでん証拠になっちゃうからね。 そそここののの例外要件を満たさなないいと過程入れられらんですよねだからそういうことをやっちゃいけないんですよね。伝聞証拠をこの睡眠の過程の中に入れるとそこの例外要件を満たさないとそれ使えないことになっちゃう。でもその軽計法のね論文試験であのそこまで複雑な問題は出さないということになりますね。まあ、実際の実務ね皆さん司法収集とか入ってそういう時にはねあのやる可能性はありますけどね、まあ、実際にこの刑事訴訟法の論文試験ぐらいだとらそこまでさすがに複雑な問題出せませんからこの睡眠の過程の中に使える事実はちゃんとね他の証拠からちゃんと客観的に 確定しててていいる事実ですすねねそれれととともななくこここの経験則これを使っっうにきます、ね、ちなみに採点実感にこのね経験則のところの詳しく書いてありますので是非後で採点実感のところを、ね、大事なところを私装飾してるんで是非 <laughs> ねそこのところをご覧になっていただければというふうに思いますね、まあ、せっかくですからそこの経験則のところだけどこに書いてあるかご紹介しておきましょうかこの問題文の後にね出題の趣旨と採点実感 がありまして、まあえてページで言うとあの下にね H30- って形でページ番号を振ってあるんですよね。でこの点、ね、H30-7 っていうところになります。でこれ採点実感なんですけれども、えー、こちらね2つ目3つ目。 ここの横にととんがったつつけてるところ見かかりますかね真ん中辺ぐらいよりちょっと下のところなんですけどここですねでこの「秘伝文証拠」でこれ秘伝文ってあのさっきのね精神状態の教授の秘伝文じゃなくて非供述的用法の意味で、えー、この文脈では使っております、まあ、内容の申請問題としないあの形で使ってるんでね私のさっきの,あの3つの分類からすると非供述的用法という意味なんですけど、まあ、とりあえずそこはちょっと細かいんで気にせずねこのまま読んでいきましょう、えー、秘伝文証拠に該当する場合として例えば一般に領収書が持つ社会的意義を前提とした経験則を に本件領収書の作成及び交付の事実自体からね現金事実の事実を推認できる旨を論じしている答案が見受けられたということですね。これちなみにあのこ,れこういうのを求めているということが後であので読んでいくと分かることに今なってきますね。でもうちょっとこうご紹介しましょうかえと今度 H30-9 ページのところになりますけども。 えこちらですすねね、えー、最後のブロックになります、ね、これあのちょっと横にね今度とんがってない格好を載せてあるんですけどちなみにその記号の意味は、えー、こちら、えー、の12ページのところにあ,のありますとんがった格好はね、まあ、今回の問題に限らず思考方法などね他の問題や他の科目でも役に立つ、まあ、法的思考能力的なね、まあ、そういうところですね他の科目や他の問題に役に立つところとんがった格好その問題の中で特に重要なところはこうとんがってない格好横につけてるんですけども、まあ、これがね12ページと書いてきました。 H30-12 ねでちょっとすみませんね、ページが行ったり来たりでも本当申し訳ないですが、H30-9 の,のところ、戻ってください。でそこの一番下のところになりますが、えー、この使用方法の遅行者、これね、要はあの非供述的用法なんですよ。ちなみに前者はねあの 伝聞証拠的な使い方でそれ上に書いてありますんで後で見てもらえばと思うんですがその後者つまり非供述的要項の場合ですが公による本件領収書の作成及び部、e、位への交付の事実を併せ考慮することによりねでさっきだ言ったとりこれあの問題文で確定してたじゃないですかその領収書はね公が作ったことえそしてそれがね部位に交付されたってこと確定してましたよねえ他の証拠でね。 でそれを合わせコールすることにより、えー、その記載内容の真実性とは独立に現金事の事実を推認する場合はね、えー、本件領収書は非伝文証拠、まあ、あの3つの分類で厳密に言えばあの非供述的用法なんですけどね内容の申請問題としない形でのものなのでね。 まあ、非供述的用法なんですけど、まあ、試験構成にあまりこう区別しないで書くときもありますね。えー、というわけで、非供述的用法というのがあるんだよと。でさらに、えー、そのような形で同事、えー、実を推認しうる実的な理由についてまで、ねえー、言及する答案は、まあこれ、このときは少数だったみたいなんですけど、まあ、今後あの、採点時間にこういうことがあの指摘されましたので、今後、真面目な受験生は、ね、しっかりとあのこういうところを書いていくるようになると思いますね。ここの下中の中とこですけど こ採点についてはに実感の最初の方でね、えー、秘伝文証拠に該当する場合としては例えば一般に領収書が持つ社会的意義を前提にね経験則をもとに本件領収書の作成交付の事実自体からね現金事実の事実を推認できる旨と、えーえー、いう形ですね、まあ、先ほどご紹介したところあそこのところと参考にすると、ね、ここで言わんとしていることがあの分かるんじゃないかというふうに思いますね。 あとは、取材の趣旨にもね、あのまあ、ちょっと詳細割愛しますけど、えー、H30 のハイフン5のところですけどもね、こちらもあの結構いろいろためになることが書いてありますのでね、後でこうちょっとね、見といてもらえるといいかなというふうに思いますね。さて、じゃあ最後、えー、回答例の方ね、確認して、じゃあ終わりにいたしましょう、えー。回答例のところですけども、まあ、後ろの方になりますね、えー、8分の今度ね、こちら、4ページのところですかね、えー、こちらのところですけども、8分の4ページのところ。 になりま先けど、認性の,の話までねやってありますので、えー、この21行目の方になりますね、8分の4ページの方ほぼ下の方になりますけど、21行目、まあ、非供述、えー、証拠としての使用方法ということで、私は書いておきました。まあ、別に、あの秘伝文でもあの書いてくれてもまあいいですけどね、いずれにしろ、えー、ちゃんと理由をちゃんと書けるようにね、内容の申請が問題としなくてもいいような、ね、形で証拠に使えるんだってことが分かるようにね書いてもらえればいいかなと思いますね。さて、では4ページの最後、回答例のところですけども、22行目のところからやっていきましょう。 中身ですあのとこです、まあ、前期2のようにね要証事実が立証室として記載された事実そのものでなくてもね、えー、まあ立証室そのものの形ではもう上でもう論じてしまってますので今度別の今度ね使い方この証拠の使い方を考えていきます、まあ、というわけでその後立証室として記載された事実を推認させる事実であれば、まあ、証拠としてもね、まあ、意味があるんだと。でいいかこの観点から本件領収書の要証事実を検討した上でね、まあ、伝文証拠として証拠のが否定されるか否かをまあ論じるという形で やりました。 でまあ、具体的な中身の検討ですがそれが5ページの、ねえー、3行目のところですけども、えー、本件領収書の作成者がこうである事実これはあのさっきのね説問2の証文2の正し書きのところでね確定証拠上確定されてる事実ですけどやっぱここは使っていきたいところなんですよねさっきあの推理の過程を示しましたけどねまあ,あこれ非常に大事な事実になってきますねまあ本件領収書の作成者がこうである事実そしてさらに本件領収書をこうが部位に交付した事実がね証拠上認定できるというふうにされてますここの事実これは事実実れはに加えて、まあ経験 一般に領収書っていうのはね金銭をまあ受領した時にまあそのねそれを証明するものとしてまあ交付するものだっていうのはね一般的に皆さんもまあイメージイメージが湧くんじゃないかと思いますが、まあ、交付されるものと言えることからですね本件領収書は 公が V から工事代金として100万円を受領した際にね、えー、公から V に交付されたことがね推認できることを合わせ考慮すると、まあ、そうすると先ほどの抽象的に領収書って見ないでほしいんですけど先ほどの問題文にくっついてるようなまあ領収書をね公が右下にまあ作成者公が書いてあってでその日付が右上に書いてあってで左上に被害者宛てに書いてあってで工事代金として100万円を受け取ったんだってことが書いてあるそういうまあ領収書が存在すること自体をまあ立証できればねその今上に挙げたような事実や経験 原則それを合わせ考慮することによってですね このこと自体からですね甲がその領収書に記載されたあ平成三十年一月十日屋根裏工事代金と四百万円を V から受け取ったとの、ねえー、立証書に記載された通りの詐欺の犯罪事実の存在ねこれを合理的に、まあ、推認できるんだというふうに考えていきますね。で、えー、こうした推認過程を考慮すると、まあ、本件領収書ね最終的には、まあ、立証書のに行き着くわけですから証拠として意味があるということになってきますよね。 理論を展開してますので。 まあそういう点でですね、えー、証拠として意味があると言えるんだということから、えー、本件領収書の要証事実はね、まあ、やはり本件領収書の存在自体だっていうふうに捉えることができるんだってことになりますね全くこのね広範審理に役に立たないような要証事実を設定することは許されませんからねそういう時は裁判所が真の、まあ、要証事実を見抜いていくことになりますが、まあ、今回今みたいなね上みたいな推認の,の過程をたどることによって、えー、十分ねその後半審理に役に立てることができますからね最終的なこの欺くじ、えー、このね財物の交付とかそういうは詐欺の犯罪事実に、えー、こうね 中身になるようなことを立証できるわけですから、まあ、そういう点で。 え本件領収書の存在自体これが要所実なんだという形でまあ考えていきますねというわけでいのところですけどもまあ本件領収書からその先ほどのね要証実あ要はそのこういう領収書が存在すること自体をまあ証明しようとするんだったら当たり前ですけど内容の申請問題となりませんからまあこの点ね非供述証拠としてまあ伝聞証拠に該当しないとで以上まとめですけどもまあ以上より本件領収書はそのね先ほどの要証実との関係でえ要はねその領収書が存在すること自体というそういった、えー 証証の関係では、ね、伝聞証拠としてまあ証拠能力がまあ否定されないんだっていうこととなってきますねというわけでまあ今回はこういった使い方との関係でもね、えー、まあ証拠能力が今回領収書が認められますよという形でまあ考えていきます。というわけで、まあ、この問題を特にあたってはまず一つねこの人の供述っていうのがその3つのまあ使われ方があってね伝聞証拠として典型的に伝聞証拠になるものそれから精神状態の供述みたいにね内容申請は問題となるんだけど、まあ、伝聞として扱わないものね伝聞証拠として扱,い扱わないものあとはそもそも そのの内容の申請が問題とならならいもんねまずこういう3つのものがあるんだってことが分かった上ででもなかなかやっぱ初めてねあのこの問題例えば見て解くというのは大変なんでやっぱ過去問に慣れていくってことなんですよ。で特に最後の,あの内容の申請問題としないで済むような形のものに関してはやっぱ平成27年の司法試験のね共謀共同制判の,あの指紋のついてたメモがあの犯行 <laughs> マリエルみたいなものがあるんですけどあれをちゃんと過去問検討してる人はすごくこれ楽なんですよね。 と まあ正しい方向でね。しかも過去問やりっぱなしで適当にや,や,やっちゃダメで、やっぱりその出題の質とか採点実感ですね。特にこう将来の受験生に向けて、まあ試験講師員がね、えー、答案のいい答案悪い答案、うん、ですね、法的に間違ったところとかそういうのを指摘してくれてますから、まあそういうところをこう参考にね、まあどん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 いい答案をね書けるように努力していくのがいいのかなと思いますね。まあ勉強の範囲を狭めてね、もう何でもかんでもこうね、いろんな問題をたくさん数打ち当たる書き散らすっていうよりは、やっぱこう一つ一つの問題は大事に、特に過去問ってすごく大事ですから、まあ。 それをこう大事にして、で、それをね、まあ、時間、最初無制限で、こう、紙の枚数も無制限で納得答案を書くと、まず一回書く。 でその過程で深い思考ができるようになります。そしたら今度は時間を測ってね、本番の試験と同じ時間で書いてみる。そしたどこを走んなきゃいけないのかってことがあの分かってくるんですよね。で、さらにもう一回ね、最低でも今度時間ちょっと短くしますね。試行試験まあ1問2時間であれば、例えば1時間40分ぐらいでちょっと書いてみる。で、その時に、時間短くするとね、やっぱ表現方法をかなり工夫しないとね、あるいは走るべきところって結構頭使って <laughs> あの考えて折っていかないと、まあ時間内に書けなくなりますから、そういうことをやることによってね、あの要領のいい答案って書けるようになりますから、その訓練ですね。でそういうこと やるためにも,もうあのなんかねいろいろ勉強の範囲を広げるんではなくてやるべきことをこう絞ってねやっていくといいのかなっていうふには思ってますね、まあ、こういうちなみにことをしっかりあのこう自分でね独学でやるっていうのが大変であればまあ私の方で矢島の論文完成講座の方でもやってますのでね、まあ、そちらの方なんかをまあ利用してもらってもいいかと思うんですけど、まあ、いずれにしろねそういう形であのしっかり各自ね合格に向けてまあ勉強してもらいたいというふには思ってるんですよねあとは一応最後 このレジュメの一番最後のところですけども、一応私の方で、こうね、せ越ながらやってる講座の方、一応私のプロフィールがてらね、講師障害を兼ねるということで書いてありますので、ご興味がある方は見ておいていただければと思いますね。そんな感じで、いろんな勉強の手段ってあると思うのでね、絶対これじゃなきゃいけないっていうのはありませんから、各自、自分の予算とか、あとは可処分時間とか、その他ね、その皆さんの状況に応じて、ベストな方法を選んで、勉強をね、続けていってもらえればというふうに思いますね。あとと私の方で適宜試試験験か予備向け にね、あのいろいろ無料公開講座なんかもやってますのでまあ校舎の方にお越しくださればまあ嬉しいですしねあるいはまあ忙しい時でも、まあ、あのウェブページの方にレックのね、えー、ウェブページの方にあの無料公開講座の方を挙げてありますので是非、まあ、ですねあのそちらの方も見ていただければというふうに思いますねじゃあ今後とも是非勉強の方ね頑張っていってくださいじゃあどうも今回ご清聴ありがとうございました